新世界で生き残る手段は二つ。四皇の傘下に入るか、挑み続けるかだ。同盟？四皇を一人、引きずり下ろす策がある。この四皇って、誰のことだ？そいつの名は、百獣のカイドウという男だ。よし、やろう。麦わらのルフィ、トラバルガーロー、知ってるぞ。例の世代だろ。俺の取引に手出したことは分かってるはずだ。お前教えてやれよ。同世代のバカどもに、早く逃げろ、ユースタス・キャプテン・キッド。俺たちは今止まらねえレールに乗ってんだ。シーザーが言ってたろ、人造悪魔の実スマイルの最大の取引相手はカイドウだ。ファンカザードの研究所を壊してドフラミンゴを怒らせたように、ドレスローザのスマイル工場を壊しちまった今、次にぶち切れる男は四皇カイドウ。この国を滅ぼしたジャック・シャド、俺たちを追ってくるのは時間の問題だぞ。トラオと手を組んでるのもこれからの戦いのため。俺たちは時期四皇カイドウと対峙することになるんだ。ワノ国宝石の家系優雅は、実は代々石を切り出し加工する石黒一族。その宝石一族の腕で作られた壊せぬ書物、それがボーネグリフゼよ。ワノ、おでん様は処刑され申した。我の国の将軍と海賊カイドウの手によって、おでん様が残されたお言葉はたった一言、我の国を敗北せよ。それが我らの志願でござる。我の国は今、手を組んだ将軍とカイドウの手によりほぼ制圧状態。して頼みが、ルフィ殿、そしてロー殿、少し道連れもご縁になれば、我の国の将軍および四皇カイドウを討つ戦にどうか助け立ち願いたい。ルフィ、カイドウを倒したい。よくわかった。テイクも同盟だ。カイドウの首は俺がもらうぞ。よし、お前ら集まれ。俺たちは四皇カイドウをぶっ飛ばすための忍者、海賊、ミンク、侍同盟だ。まんまもんま。何の用だ。麦わらのことさ、今そっちへ向かってんだよ。それがどうした。いいかい、手出すんじゃないよ。え、俺が麦わらの首を取り、ワノ国まで行く。何の冗談だ。断る。麦
原とかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。麦わらのルフィ、トラファルガー・ロー、あの小僧は俺がやる。来るなら殺すぞ、リンリン。やってみな。相談じゃねえ、一歩を入れてやったんです。麦わらの首は俺が取る。仲良く行こうぜ、昔みたいに。やるしかねえのか。世界最高の戦争始めようぜ。5番目の海の皇帝だって。すごいね。おかしいよね、あの麦わらが15億だもんね。4皇ビッグモン、カイドウを止める戦力となると、大将か王家七部会か。また厄介事が増えちゃうよね。わしが行こうか、サカズキ。待て、オルサリーノ。ワノ国には未知の兵力がある。侍か。ワノ国へ行く。うん、何しようかな。ワノ国へ。カイドウ、ブス。四皇、カイドウ。わかるか、渦は広がり続けている。そして今、大海賊時代の渦がこうまで大きくなるとは。海軍が始まったようだな。期間中、アラバスタの王コブラ、我々に面会を求めている。ネフェルタリ家は800年前、唯一下界に残った最初の20人の血族。いわば裏切り者だ。何かに気づいたか。話がこじれぬことを祈ろう。ビッグワン、カイドウの剣士か。頂上戦争から2年、もはやうねりは止まらない。世界の均衡が永遠には保てぬ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。歴史より消すべき灯火がまた。お決まりでしょうか。力はその名の名を。果たしてくれ。